です。ピピピース。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、最強ベースメイク法をやっていきたいと思います。これ、誰もが経験あると思うんですけど、朝のメイクしたてはめちゃめちゃいい感じなのに、夕方になると、毛穴が開き、朝こんな顔ちゃうかったのにどうした?手良くなりませんか?もう私はめちゃめちゃなります。まあ、なので今回は、もうとにかく崩れなさと、毛穴レスに力を入れた、卵肌になれる最強ベースメイク法を、しっかりと徹底解説していきたいと思います。そして今回はなんと、なんと、あの、マジョリカマジョルカさんとのコラボ動画でございます。いつも見てくださってる皆様も絶対一度は使ったことがある大好きなブランドさんだと思うので、今回コラボのお話をいただいた時にめちゃめちゃ嬉しかったです。もう本当にびっくりするほど最高なベースメイクが完成したので、ぜひ動画を最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。それでは早速、毛穴レス、崩れないお肌を作っていきたいと思います。まずはお化粧下地をやっていきます。マジルカモジュルカのミルキースキンマスクを使っていきます。こちらの化粧下地がね、本当に画期的にすごいんですよ。朝起きて洗顔をした後に、もうこれ一本で、スキンケアと肌のトーンアップと、化粧下地と保湿が、もうすべて完結する、今までこんなものがあったのかというぐらい、めちゃめちゃすごいアイテムでございます。ちょっと出してみますね。こんな感じで出した時は結構固形っぽくなっているんですけど、伸ばすとみずみずしい乳液を塗っているみたいな感覚です。グリーンの下地を塗るとこんな感じです。白くなりすぎずに自然にお肌をトーンアップしてくれてますね。本当に今の塗っただけで結構色が変わっててびっくりしてます。いや、しかもね、これ香りもすごい香りで、ほんと好き。なんか大体洗顔後はお化粧水塗って、乳液塗って、ちょっと乾かして、美容液塗ってみたいな感じをしてから、お化粧下地塗って、ファンデーション塗ってってすると思うんですけど、もう洗顔した後にそのままこれをお顔に塗るだけで、お肌がみずみずしくなってもっちりなってくれるし、トーンアップもしてくれるので、本当に最近すごくハマっています。で、こちらはパール粒2個分ぐらいを腕に出してお肌に塗っていきます。私今洗顔後で化粧水も乳液も何も塗っていない状態になっています。だから結構今乾燥していますね。ちょっと塗っていきます。本当に、何これ、あのみずみずしいタイプの日焼け止めあるじゃないですか。本当に下地って感じじゃなくて、永遠にお顔にみずみずしい乳液を塗っているみたいな感覚です。あとね、めちゃめちゃ伸びがいいですね。こんな感じでもうお肌がもっちもちになりました。え、これ化粧水も乳液も塗ってないよ。マジで神よね。なので旅行に行く時とか、朝忙しくてお化粧する時間がないよって方とか、もう全国の女子に使ってほしい、そのお化粧下地です。まあ、ただちょっとデメリットもあって、 SPF が入っていないので、こう夏場とか日焼けしたくないよって方は、もうこの下地の上から日焼け止めを塗った方がいいんじゃないかなと思います。あとはすっごく薄付きになるので、こうがっつりカバーしたい時はしっかりと上からファンデーションを塗ってお出かけして、まあ、逆に素肌感をすごく出したいよって方はこれにパウダーだけささっとやってお出かけしたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに今回は私グリーンのカラーを使ったんですけど、グリーンとパープルの2色展開になっていて、去年新色でパープルが追加されました。私は結構お肌に赤みが出やすいタイプなので、今回はグリーンを使用しました。そしてお次はお鼻周りの毛穴を埋めて、プラスでテカリもしっかりと防止していきたいと思います。マジョマジョのボアレスフリーザー、お値段は1320円でございます。こちらは新商品の部分用化粧下地でございます。スキンケアの後にこう毛穴やテカリが気になる部分にスルスルと塗ると、もう5秒ぐらいで毛穴の凹凸が滑らかになってくれる、そんな画期的なアイテムでございます。まあ、そしてね、最近春で暖かくなってきたので、もうテカリもしっかりと防止していきます。こんな感じで蓋がピュッとついているタイプになっていて、容器をチューッと押すと中から出てくるタイプです。スーッと伸ばすと5秒ぐらいで跡形もなくね、めちゃめちゃサラサラになってくれます。でこちらをお米一粒分ぐらい手に出して、これぐらいお鼻の毛穴に塗っていきます。で、私の現在のお鼻がちょっと肌汚いアップ失礼します。結構ポツポツポツとしてめちゃめちゃちょっと汚いお肌なんですけど、こんな感じで毛穴が結構目立つかなと思います。これに塗っていきます。で、こちら側だけ塗ってみるとこんな感じです。わかるかな、こうパッと正面から見た時にこちらの方が若干くすみがあるように見えて、こう塗った反対側の方がパッと明るくなってますよね。結構遠目から見てもわかりますね。横から見るとこんな感じです。割と毛穴が埋まって綺麗なお花になったんじゃないかなと思います。こっちと比べると結構わかりやすいですよね。ちょっとここアイロンで火傷したんですよ、最悪。反対側も塗っていきます。メイクの上からでも使えるみたいなので、こうちょっと鼻周りがテカってきたなって時に上から塗ったら永遠にサラサラのお肌が続くっていう、本当に画期的なアイテムよね。もうこれはテカリ知らずになるわ。しかもね、これの何がいいかって、あのね、びっくりするほどサイズがちっちゃいんですよね。手のひらで比較してもこれぐらいちっちゃいので、パッケージもめちゃめちゃ可愛いのでポーチに入れてテンション上がるし、この塗るとこがスポイト状になっていてハケじゃないタイプなので、
こう結構一回一回こう取って、こうハケよけて、お鼻につけてっていうのをしなくても、そのままチュ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 っていう風にできるので、結構楽だなと思いました。で、こちら毛穴をしっかり隠してくれるのはもちろんなんですが、ほんまにこれ塗った日は、テカりません。これを塗ってね、一日お仕事した日の夜に、結構いつもやったらお鼻周りが割とテカってるんですけど、いつもより全然テカってなくって、最近全然こう部分用紙とか使ってなかったので、まあ、さらに感動しました。毛穴やテカリは、やっぱ下地が一番重要だと思うので、お次はファンデーションを塗っていきます。ミリキースキンリメイカーを使っていきます。で、こちらのファンデーションはね、伸びがすごく良くって、サラサラに仕上がるのがね、メリットなファンデーションなので、先ほど塗った部分用紙たちとめちゃめちゃ相性が抜群なファンデーションです。こちらを顔全体に塗っていきます。めっちゃ伸び。なにこれ。はい、ファンデーションが塗り終わりました。眉毛描きます。ハイライトやシェーディング以外のある程度のベースメイクが終わったら、めちゃめちゃ崩れにくくなる、とある魔法のコスメを使っていきたいと思います。いや、本当にこれめっちゃすごいから。で、こちら、マジュルカマジュルカのモイストカクテルフィクサー。お値段は1320円でございます。仕上げ用の化粧水状オシロイになっております。こちらはね、よく見ると3層に分かれていて、一番上から化粧水成分が入っていて、で、真ん中に美容液成分、一番下にオシロイ成分が入っているんですね。こちらの3層を振って混ぜて使うミストでございます。これそう、化粧崩れも防いでくれるのに、乾燥からもしっかり守ってくれるので、朝お化粧したらいい感じなのに、ちょっと 1,2 時間経ったら乾燥してきて、ファンデーションが浮いてきたりしちゃうと思うんですけど、そういう時にこちらのミストをシューとかけるだけで、一気に肌が保湿されて、なおかつお化粧崩れもしっかりと防止してくれるので、本当に便利よね。てかまずね、おしろい成分が入ったミストってあるんだって、これを見てびっくりしました。おしろいって大体こうパウダーであるイメージなんですけど、保湿しながらおしろいができるっていう、ほんとマジュマジュさんってなんかすごいの作るよね。でも結構サイズ感もちっちゃいんですよね。手でキュッと持てるぐらいのサイズ感で、ちょっと小さい香水を持ち歩くみたいなイメージかもしれないです。で、こちらをシャカ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 と振るとこんな感じの色になったら使います。私本当に出先でお化粧が崩れてるけどやり直せないっていう時が多々あったので、もうこれに出会ってからめちゃめちゃ助けられてますね。で、お顔に4から6プッシュして手でなじませます。あ、香りもいい匂いよね。あ、めっちゃいい。なんかもじもじさんって基本的にすっごい全部いい香りがするので、なんか香水とかつけてなくても、もし大好きな彼と初デートでチューするときにこう近づいたときにさ、お顔の化粧品がいい香りだったら香水つけてなくてもすごいいい香りすると思うんですよ。だからこれはモテますね。シュッとつけて手でなじませると、こうミストを塗った感というかベタつきというのは一切なくて、すごいサラサラのお肌になるし、なんか割とねこう保湿されてる感がすごくありますね。まあなので普段お化粧崩れや乾燥が気になる方はこちら一つ持ってればすごく便利やし、なんか女子は1個は飲み会とか行くときに持ってた方がいいんじゃないかなと思います。それでは崩れないベースメイクが完成したので、頑張ってお化粧してちょっぴり可愛くなってきます。可愛くなってきますなのか、もうち変身でで、メイクの完成形はこんな感じです。毛穴ゼロな最強ベースメイク法でした。いかがでしたでしょうか。ぜひ毛穴やテカリが気になる方は参考にしていただけると嬉しいです。本日も忙しい中動画を見てくださって本当にありがとうございました。この動画が少しでもいいって思ってくださった方はチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。毎日22時からインスタライブもしておりまして、週末の買い物に今買うべきアイテムをおすすめする週末ももち服という企画や、サムネタイトルが概要欄をみんなと一緒に考えながらもちの YouTube をみんなで一緒に作っていこうという YouTube 企画会議など、毎日様々なインスタライブを行っておりますので、ぜひ概要欄から見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。ピピピースちゃん。おまけもちでございまーす。さっきまでさ、めっちゃ可愛く化粧してたのにさ、またこの顔に戻ったと思ってやろ。せやねん。いや、今回もじょもじょさんとのコラボ動画めちゃめちゃ嬉しかった。もじょもじょさんのね、みんなメイクアップコンパクスってやつ知ってる？なんかめっちゃすごいねんやん。なんかね、顔の写真撮って質問に答えていったら、そのお顔のね、分析をしてくれて、自分のね、お顔に合うもじょもじょさんのアイテムを診断してくれるんですよ。やばくない？ちょっとやってみる。こんな感じで、ね、見て、メイクアップコンパスって書いててね、分析スタート。開いた状態での写真を撮ります。あなたの瞳は？これやな。魅惑の人。瞳の色は、まあ、ちょっとこんな感じでね、ちょっと診断をしていきます。赤み出やすいな。毛穴、あ、崩れ、テカリ、乾燥、いや全部やないかい。なんこれ、なんか可愛い。あ、こういうの選べるんや。いや私これがいい。なんかなえののちゃんに似てんな、これ。なんか可愛い。おい、すごい、あなたの瞳にぴったりな方角を探しています。なになに、教えて。おお、完成したって、すごい。まぶたの明るさプラス5、瞳の形すごい。あ、いっぱい診断してくれるんだね。すごいよ。あなたにおすすめのアイテム一覧っていうのをやってくれてる。さっきのおすすめされたボーレスフリーザー、これ私にぴったりよね。アイシャドウも
メタリックがいいんだ。ねえねえ、塗り方もちゃんと書いてくれて、まぶた全体の涙袋に明るい色をふわっと塗布します。だってマスカラはね、黒がいいんだって、ね、塗り方も書いてくれてる。まつげを自然にカールさせてから上下のまつげに塗布します。リップとかも私に合うのを出してくれてる。塗り方も書いてくれてるし最高。めっちゃ楽しいんやけど、何これ。ちょっとみんなもよかったらやってみて、めっちゃ楽しい。自分が似合ってると思っててもさ、ほんま何が似合うかわからん時ってあるやんか。そういう時にこれさ、こうやってはいって取ってさ、質問答えたらこんな出してくれるの楽しいやな。まあ、ということでいかがでしたでしょうか。めっちゃ可愛くない、このさデザイン。可愛いよね。お部屋とかにも置きたい。可愛い。しかもね、このポーレスフリーザーね、めっちゃ香りがいいの。ミントの香りみたいな、こう爽快感のある香りがするんだよね。で、あとさ、これも感動しんかった。ごめん、終わってるのに長く喋って。これやばくない？化粧水とさ、乳液とさ、下地とコントローカラーとか全部入っとるよ。やばくない？ほんまにおすすめ。なんかまじまじさんの商品はさ、それぞれのお肌のお悩みに対して解決品が分かれてるから、例えば乾燥するよとかだったらこれ使ったりとか、毛穴気になるよとかだったらこれ使ったりとか、崩れが一番気になるよとかをこれ使ったりとか、とにかくそれぞれのお肌のお悩みに合ったアイテムがあるから、ちょっとみんなに使い分けてほしいなと思います。めちゃめちゃ余談なんだけどさ、このまじまじさんのさ、ブローカスタマイズパウダーの BR771番、これ使ったんだけどさ、めっちゃかけやすい。ちょっと追加でガチ押す。本当にガチで使いやすいアイテムなので、よかったらね、店頭で試してみてください。ということで今日見てくれてありがとうございました。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバーイ。